一寸帽子の婿さんの話昔なあるところに一寸帽子言うてなちょうど親指の長さぐらいの小さな子供がおったんじゃな大きくなっても生が伸びんで親指ぐらいだん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 大きくなってその一寸帽子が 家におったばっかしやいけんからちょっと旅に出かけますということで旅に出かけて行ったんじゃな旅に出かけて行って日が暮れたもんじゃからどっか泊まるとかがないかなと思うと大きな立派なお家があったこれは大きな家じゃここで泊めて,ってもらおうと思ってその一寸法師は「こんばんはこんばんは今晩んん一晩 宿をして使わさなんから言うたらそこの奉公人たちが声がする方を探したけど姿が見えんようを見たら下駄の歯のところに親指ぐらいの長さの子供がおるんじゃお前か大きな声をしたな私です今晩一晩泊めていただけませんかここはな人を止めることでできてない帰れ帰れ 言って方向人に追い返されそうとした私はもう行くとこがないから今晩どこでもよろしいから止めてくださいどこでもよろしいからよろしくお願いしますあんまり頼むもんじゃからそこの方向人たちまあじゃあほんなら嘘の中でも入ってねということですその一寸帽子をうの中に入れてしもうておいたんじゃなそれから一寸帽子はうの中で 休休もうと思っって休んでおったそうしたら奥の部屋から「ピンシャン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 」「ことの音が聞こえる」「いやこんなにことを上手に弾くような人とごおるというな綺きれいな多分娘さんじゃろうなこんな金持ちの家の 娘さんの嫁さんにもらったら左打ち屋で暮らせるぞあの嫁さんをどうやったら自分の嫁さんにすることができるかなと考えたんじゃなそうして考えておってうん、いいことを思いついたそのうちに日が暮れてみんなが寝静まったそうしたら一寸帽子は持っておった 米を口の中にいてガジ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 ッと噛んできれいにおかえのようにしてそーっと降りていって娘が寝てるところに行って娘の口のところにその米を噛んだものを塗りつけておいたんじゃなそうしてまた薄ん中に入って寝たんじゃ次の朝夜が明けたらうわー 私の「米が盗まれたら誰か取って食うたんじゃ米が盗まれた」言うて大きな声をしたんじゃそうしたらそこの奉公人たちは「おい誰か米を盗んだもんがおるか何人もそんなものはおらんみんなに聞いてみたけど誰もおらん誰も盗んどれへんぞ奉公人は誰も盗んどれへんいや奉公人だけじゃねえこの家の人をみんな調べてみてくれ。 ここにも「お嬢さんがおおろうがなお嬢さんも含めて全部調べてみてくれ」。そう言っていたんじゃん。そうしたら奉公人が旦那さんに言って奥さんや娘さんや家族の人を調べてもおうた。そうしたら娘さんの口のところに米を噛んだかすがついてる。これはお前が食べたことになってる。私は食べた覚えがないけど ででもも夢の中にも食べたんでしょうかなそれは私の不徳の致すところじゃそれは申し訳ありません。言うたら一室法師が「もうわしの米を食べたんじゃったらもう許せんと米は何歩でも返しますから許しつかあさえ」と「許せん」「この米と同じもんでないといけんのじゃ」だからこれを食うたもんがおったらそれをわしの嫁さんにする。 たんじゃなそうしたところがそのお嬢さんが自分が口の周りに米を食べた跡があったもんじゃからじゃあ私が「しようがりません嫁に行きます」。いうことで一寸帽子の嫁さんになったんじゃ。それから一寸帽子を手のひらに乗せたり肩の上に乗せたりしてどん,どん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 旅をしていった。 何日も何日も歩いて旅をするうちに「夕方になったけど宿が決まらん」「村の人に聞いたらこの村では人を止めんことになっとる」「どうしてもと泊まりたいんならこの向こうに古い空き寺があるからそこに行って泊まりなさい」言われたもんじゃからほんならそういうことにしようかということで一寸法師とそのお嬢さんは その古い寺に行ったんじゃ古い寺に行っていろりばたに火を焚いてそこでご飯を食べてじゃあ女はここで休もうかな言うたらドヤ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 アドヤアドヤアドア外で大きな足音が聞こえてきた一寸坊氏が覗いてみたら鬼たちがたくさん集まってきてるこれ大変だって言うんでお嫁さんを 戸棚の中にしもうて戸を閉めて一寸帽子はそこの近くの松の木に登って松の木のふぐり松かさの中に入っておったんじゃなしばらくしたら鬼たちがたくさんが集まってきた取ってきた品物をザっと並べて「これだけの今日は分取り品じゃどうやって分けるかな」。 一つずつ分けたんじゃ喧嘩になるからこうしたらどうじゃろうか。みんなで相撲を取って一番強かったものに全部やる。そうしたらどうかな。言うたらほんならそうしよう。前の庭で相撲を取り始めた松川さんの中に隠れとった一寸法師その相撲を見ておったんじゃ。しばらくすると相撲の取り組みが始まって。 勝っ,ががったりどっちが負けたり転がったりするそうしたらそれを見ておった一寸法師「いやー赤鬼の勝ち赤鬼の勝ち」言うて大きな声をしたところが鬼たちはびっくりして「誰が言ったんじゃろうかな?」。でキョロキョロしとったけど誰もいない「じゃあまた八い残った!」とつき合ったって取り組みを上げて始めて「 とてた黒鬼の勝ち黒鬼の勝ち」黒鬼の勝ち「まあ誰か言っとるじゃ」言うてまたマスカサの中から「はけおい残ったそれに連れられて鬼たちがまた相撲を取る。いやー黒鬼が負け赤鬼の勝ち次から次にそういうもんじゃから鬼たちは。 おかしいいい。な、などこを見ても誰も誰いいだけど声,を声だけはする。こりゃあわしらが恐れとる天狗様がやってきて声をかけとんじゃ天狗が来たらわしらの命はないぞ帰ろう!」って言ったかと思ったらそれまで持ってきて分取り品の宝物をそこに置いたまま赤鬼も青鬼も黒鬼もみんなバッと山に逃げて帰ったんじゃな。 一寸帽子は松笠の中から降りてきてお姫様を戸棚の中から出して見たところがお金があるわ金銀珊瑚があるわ内出の小槌もあざる我りゃこりゃ内出の小槌があるぞここでほんならわしらも暮らそうじゃねえか言ったかと思ったらその内出の小槌を持って「大きな家で!」と打ったところが立 ナ大きなおうちが出たんじゃ金蔵でんお金がいっぱい入った蔵ができた米蔵で衣装蔵で味噌蔵で醤油蔵でいろいろの蔵を出して立派な家や蔵ができたんじゃないやーこれで安心してわしら暮らせるぞ言うて 二人は喜んだとそうしたらお姫様のお嫁さんが家や蔵はできたけど肝心の一寸帽子はかわいそうなじゃあ私がやるようちでの小槌を持って五尺三寸の大徳になれと一寸帽子を叩いたんじゃそうした親指ぐらいの一寸帽子が 性が伸びて立派なな男になったんじゃってそれでお,お嫁さんと一寸法師は仲よう暮らして次から次に近くに家が建ってちゃんとした村ができ町までできてそこの一帯は大層栄えたということじゃ昔こっぷり。 一寸帽子といいますからね3センチほどの小さなものなんですね。でそういう小さな体をしながらあの京の都に上がってそこであのお姫さんの相手をするということになって清水寺に参るわけですね一緒に。そうすると鬼が出てきてお姫さんを腹ごとするから一寸帽子がそれに対抗して。 口の中に延ばれてしまって体の中を針で突き刺してあの鬼がそれを吐き出して慌てて逃げてあのうちでの小槌を残していくという話が一般的なんですねこういうなのをまあ一般的にはあの一寸坊主の鬼退治型と言ったりするんですけど今回の場合は一寸坊主が、えー、知恵を働かしてお姫様を自分の 連れ合いにするという、まあ、なかなか狡猾なもんですから狡猾者型と言ったりするようにあのしておりますそういうように同じ一寸坊士でも少しずつ話が変わっているんですねそこらへが昔話の面白いところなんですよで一寸坊士というより小さい体なんだけど自分の知恵を働かしてそうしてあの お姫様を自分の女房にする。えー、一寸法師の話もいろいろあって面白いですよ。